アンドリュー・マイケル・キットレッジは、アメリカ合衆国ワシントン州、スポケーン軍スポケーン出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のタンパベレイズ所属。メディアによっては、キットレッジと表記されることもある。2008年の MLB ドラフト45巡目で、シアトル・マリナーズから指名されたが、契約せずに2010年まで、ワシントン大学でプレーした。2011年、 マリナーズと契約して、プロ入り。契約後、参加の A-9、エバレット・アクアソックスで、プロデビュー。この年は1試合のみの登板だった。2012年は、A 級、クリントン・ランバー・キングス、A 級、ハイデザート・マーベリックス、AA 級、ジャクソン・ジェネラルズでプレイし、3球団合計で25試合に登板して3勝1敗。1セーブ、防御率4.07。 43奪三振を記録した。オフには、オーストラリアンベースボールリーグのアデレードバイトでプレーした。2013年は、A 級ハイデザート、AA 級ジャクソン、トリプル A 級タコマレーニアーズでプレーし、3球団合計で41試合に登板して1勝5敗、1セーブ、防御率三九、五十八奪三振を記録した。二千十四年は、A マイナス エヴァレット、A 級ハイデザート、A 級ジャクソンでプレーし、3球団合計で46試合に登板して7勝1敗、8セーブ、防御率4.32、117奪三振を記録した。2015年は、A 級ジャクソンとトリプル A 級タコまでプレーし、2球団合計で36試合に登板して2勝2敗、防御率4.32、60奪三振を記録した。 2016年も AA 級ジャクソンとトリブル A 級、タコまでプレイし、2球団合計で27試合に登板して3勝3敗、7セーブ、防御率3.50、84奪三振を記録した。2016年11月18日にテイラー・モッター、リッチー・シェファーとのトレードで、ドルトン・ケリー、ディラン・トンプソンと共にタンパベイ・レイズへ移籍した。2017年は、 開幕を参加の a a 級ダーラムブルズで迎え、7月16日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月18日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは15試合に登板して0勝1敗、防御率1.76、14奪三振を記録した。2018年は33試合に登板して3勝2敗、防御率7.75。 30脱三振を記録した。オフの11月2日に40人枠を外れ、マイナー契約となった。2019年の開幕は、トリプル A 級ダーラムで迎え、6月18日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。2020年オフの10月30日に FA となった。その後、12月8日に、 マイナー契約で再契約を結んで2021年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ、16日に正式公示された。2021年3月26日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オールスターゲーム前日の7月12日にマリナーズの菊池武士制とヤンキースのゲリットコールが選出されていた。 オールスターゲームを辞退したことに伴い、代替選手としてツインズのテイラー・ロジャースと共に自身初めて選出された。7月13日に開催されたオールスターゲームでは7回裏に7番手として登板し、オールスターゲーム初出場を果たし、三者凡退に抑えた。ありがとうございます。